自割れ打ち込みますか。当てろ。ヤドリギ。はいはいはい。地割れチャンス増えたね。まあ3発外してるからね、言っても。当てろ。はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回はね、ちょっと、さすがに、構築が毎回同じままで動画、飽きてきたんで、ちょっと、構築ね、変えてきました。受けループですね。上の3体はまあ、あんま変わってないんですけど、今回は受けループを持ってきましたと。で、相手ピクシーいるんで、これは、どうしようかな。まあ、ナットもうざいから、カビ持ってって、地割れゲーミングになるのは確実な匂いだね。で、そうなった時に、厄介なのはエースバーンだからドヒドイでは必須でしょ。あと物理受けが欲しいから、カビから入って、で、ドヒドイで、アット1みたいな感じかな。ラスト誰がいいかな。ギャラ考えるんだったら、クレベス。だけど、ピクシー考えると、あ、ピクシーのトゲキス考えるとピクシーも欲しいな。まあ、ギャラにもピクシーやり合えるから、これでいいんじゃないかな。はい、対戦よろしくお願いします。基本的にはカビゴンで地割れを打ちまくる展開になるのは目に見えてるんだけど、ピクシーから来る、はいはいはい、これ地割れチャレンジだね。初手から行こうか。相手はまあ身代わりとかはおそらくないだろうから、まあ一回守って、ああ、瞑想。まあ、ピクシーの火力だから言うてしょぼいっしょ。何発か地割れ打たせてもらえると思うけど。レッツゴー。ふっ、当たらないと。まあ、HD 振り切ってるんで、地割れどんどん押してっていいっすね。ギャラドスも大丈夫でしょう。相手、引くかな。まあ、キッス。ギャラあたりは引ける雰囲気だと思うけど、今回のねこのカビゴンは、HD 振り切り余りの4を防御に振って、持ち物カゴの実で、まあ、眠るですね。まあ、本来だったら眠るあんま採用したくない。相手、気にしない感じか。いいっすね。当てて当てて、2発打ってんだよ。しばけしばけ、うい、当たらない。ピクシーに引きましょうか。多分次でダイマックス切ってくると思うんで。で、ダイマックスからした後、まあダイマックスだよね。まあこの攻撃は多分ね、瞑想なかったことにできるから、2発ぐらい余裕で耐えてくれると思うんだけど。何打ってくるかな。一番打点が出るのは、ダイフェアリーかな、ムーンフォースの。はい、ダイフェアリー。で、間違いなくこれが最大打点で、これ以上の火力が出ないっていうのは目に見えてるから、この辺はあんま怖くないかな。ピクシーでまあ基本的に、見れてるんで、願い事をして、あとはこのターン調整さえミスんなければ、まあ、TOD でも負けないと。早くも TOD のことを考えるの結構ひどいけどな。はいはいはい。で、願い事をして、次守るですね。こっちが押すべきは。これでダイマックスも枯らしきれると。ここで相手引くかな。まあ、願い事見て守るまで見えてるはずだから、引いてきてもおかしくないでしょ。あー、引きか。ギャラとかだったら全然いいんだけど、10万で切り返せるから、何に引くの？キッス。このさ、トゲキッスをさ、ピクシーに平気で
後投げしてくるのはどうなの、神経疑うわ。いいのそんな、エアスラでひるみで突破しようってことでしょ。それはさ、結構この立場で平気でされるけどさ、どうなの、切り返してやろう。まあ、キッス削れば逆に TOD でも勝ちなわけだし、ぶっ飛ばしに行くか、ここで。で、ラスト次第ではドヒドイエの毒にし、無駄になっちゃうよな。まあ、それは致し方なくて、いやそれだよね。その火力は弾か、ちょっと強いなと思ったけど、だからこれならトゲキッス、ああ耐久振ってる、ちょっと硬くね、これ裏に返してくるかな。まあでも第3弾もう一回打っていいか、せっかくピクシーダイマックス切ってるからあえて引くこともないよな。一番通りいいのは、まあ、第3弾だね。フェアリーでもいいけど、ドラパー。まあ、ピクシーでしょ、言っても。引くの。ああ、ナットランだ。そしたら、毒菱は生きなくなっちゃうから、ただ、キッスが削れてるっていうことを考えると、こっから TOD でいいんじゃね？ここ、即引きますか。あとは相手視点はどっかでもう一回キッスを着地させて突破してって感じかな。ただカビゴン入れたおかげで、まあナットに逆に TOD を仕掛けられるみたいな場合を防げてるのは結構偉いっすね。まあ、ネットでナット焼いてからカビ引きかな。いやー試合時間がね、どうしてもグループは長くなりがちなんですけど、まあ適宜ねカットを入れたりしてやっていきたいなと。はたき、はいはいはい、まあ、焼くまで熱湯します。焼いて焼いて、鉄くずの蒸し焼き、ボッ、焼かない、まあ、これの TOD は勝ちだから熱湯をなるべく押すことかな。ここはいやこれね、これね、録画してるからね、対戦時間が勝手に計られるっていうのもいいところですよね。本来だったらこう、スマートフォンで時計を確認するとか、タイマーを用意してないと、時間がわかんなくて困ったりするんですけど、試合時間、録画時間を見れば試合時間がなんとなくわかるから、TOD でも対応が効くと。ピクシーなんだ。ピクシーに対しては、もピクシー、いやーここカビゴンでいいと思うんだよな。だからピクシーもピクシーで見れるから TOD でいいのか。相手引いてきた、トゲキッス、はいはいはい、ここのしかかれを押してナットに引かれるのが一番美味しくないな。地割れ押していくか。安ら。そうだったらひるんでほしい。むしろ。はいはい、玉で削れてく。ひるみ。火力あるな、こいつ。一回ピクシーで受けよっか。トゲキッスは玉ダメで死ぬから、うん、エアラスシュー残飯で打ち合える。ピクシーを雑に行く方がいいんじゃないかなっていう。フォースでいいかな。ああ突っ込んでくるんだ。はいはいはい。
トゲキッス次の弾ダメで死ぬから、あ、動くんだ動かない前提で考えてたけど、動くなら全然いいんだけどね。あとはドヒドイデとピクシーを相手は突破する手段はないでしょ。降参してくれるんじゃないかな。あと地割れが一貫してるからしんどいと思うんだよね。おお、まだやる、いいですよ、20分付き合いますよ。全然ムーンフォース、ならカビに引いていいかな。お、相手の人交代合わせてきましたね。なんかぼーっと しがちだな。地割れ打ち込みますか。当てろ。ヤドリギ。はいはいはい。地割れチャンス増えたね。まあ、3発外してるからね、言っても。当てろ。オッケー。ドーン。バイバーイ。一撃技打ってるのがこのゲーム一番楽しいわ。ちょね、今、6月15日にこれ撮ってるんですけど、エキスパンションパスがね、もう待ち遠しいんですよね。こっからは普通にのしかかりでいいかな。はい、OK です。GG。いいね。ループ使い出して。勝ててるわ。